1分間に1203回超高速妙技。その達人はアメリカマサチューセッツ州にいたマイク・マンジーニ。彼の超高速妙技とはドラムの早叩き。なんと1分間に1200回も叩くことができるという。この1200回という記録、一体どれほどすごいことなのか、この方にチャレンジしていただいた。どうも、シエです。元ルナシーのドラマー、シンヤ。抜群のドラムテクニックを誇る日本屈指のトップドラマーだ。まあ、実際やってる曲が結構速いのが多いんで、ある程度速くいけるんじゃないかなと思います。超一流ドラマー深夜は1分間で何回叩けるのか。測定用のドラムでやっていただいた。いきます。6秒間で100回。このペースでは1分で1000回。もう少しペースを上げたいところだが、30秒過ぎたところで疲れが見えてきた。そして終了。こんなに早く叩いても1分間で844回。悔しいな。850回。果たして1200回も叩くスピードとは。それではご覧いただこう。1分間に1200回、マイク・マンジーニの超高速ドラム早叩きがこれだ。ワン・ツー・スリー。手と腕は大きく動かさず、指先を細かく振動させながら目にも止まらぬ速度で叩いている。深夜の叩く動作と比較してみると、その差は歴然。スティックが跳ね返る高さが全く違う。この究極の早叩きによってマイクは、前人未到の世界記録を樹立。まさにドラム界のゴッドハンドだ。